演武開演。どうも、本日はこちら麺ハオ亭の中華麺細縮れを食べたいと思います。はあ、麺ハオ亭のラーメンもこれで最後です。なんだか名残惜しい気もしますね。でもしっかり食べて最後までいい思い出にしたいと思います。でもさ、もちろんこのままでは食べられませんので少しお待ちくださいね、茹で上がるのも。ではその茹で上がったらまた。茹で上がりました。ほーら、ではここにこちらの豚骨醤油スープを入れたいと思います。ではいただきます。長いラーメンは伸びちゃってるってことなんで勘弁で、でも美味しいですよ。縮れた細めの麺はスープとうまくよく絡んでいますね。おそらくそういうことを意図してデザインされたのでしょう。スープは濃厚で豚骨の旨味が非常に溶け出ていて、それがうまく麺と絡んでとっても美味しかったです。どの麺とどのスープの組み合わせがいいのかそれはちょっと分かりませんが、とにかく麺ハオ亭のラーメンすべて美味しかったです。また食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。